でやろうかな。好み焼き屋さん、というわけでやってまいりましたスピチューブ。今回は岡山南区にあります岡山中央卸市場にやってきました。こちらなんですけども、一般の人もね入れるっていう場所なんですよね。ただどう行けばいいのかわからないので、ちょっと確認したいと思います。すいません、一般の駐車場ってどう行けばいいですか？はい、実際の正しい行き方なんですけども、まあ、この検問所のと、あ、一本前ですね、ここを入るような形になるんですよね。まあね、こんな感じで書いてます。パーキングがあるということです。はいはい、なるほどね。今日はねこちらが、今日もねやってきました。今日はですね、この見えるかな、岡山中央卸市場に、来てます。その一般の人でもね購入できたり食べたりすることができるエリアなんですけど、ちょっと今日ねそこの方に行ってみようかなと思います。はい、早速行ってみようかなと思います。招き猫が、ね、今日もスタビライザー使ってやろうかなと思います。あ、時間的なものもあるのかな。スープカレーの店、
ねありますね。いなき、おへん、申し訳ないんですけども、14時過ぎたらどこのお店も閉まってるということで、その中でやってるお店を探します。ほとんどが2時で閉まっちゃうということです。はい、というわけでこちらですね、今14時半なんですけどもやってました。なんかいろんなね、食べ物があるということで、こちらに行ってみようかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけでいざ入店でございます。落ち着いた感じでね、老舗感ありますね。で、今回数ある中のメニューの中で日替わり定食ってのをね、いただこうかなと思います。こちらね、1点だけじゃないんですよね。何点かあって、そのうちの一つ、唐揚げ定食を今回、注文させていただきました。早速やってきました。こちら、ご飯おかわり自由で、680円ということですよね。すっごいいいかなと思います。ねえ。こんな感じで。唐揚げもサクサクでね、いい感じです。それではいただきます。やっぱりね、サクサクで柔らかいという感じで、全てが美味しかったですね。はい、ごちそうさまでした。はい、今日はねこんな感じでお伝えしました。大体2時過ぎたらやってないお店がめちゃめちゃ増えますね。なんでまあ、でもまあ大体3時過ぎたらほとんどやってないかなと思います。これ早めに来た方がいいかもしれないですね。あえて人混みを避けていこうと思ったんですけど、それが裏目に出てっていう形で、行きたいお店いっぱいありますね。お好み焼き屋さん、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。